はい、どうも、コンパンダ、無限パンダです。本日はこちら、ジャッジアイズ、死神の遺言の続きをやっていきましょう。モグラは、ハムラに使われる裏社会の殺し屋であった。うん、その背後に潜む脅威が、ヤガミとカイトウに、マツガネとの決別を迫り、二人は、後戻りのできない道へ足を踏み出していく。やがて黒幕として浮かび上がったその名はアドデック9開発者の一人ショーの幼児だった。ショーのが黒幕って相当裏書かれた気がするんだけど、本当なのかな。チャプター9、夢の薬ね。火の手が上がっているのは通称チャンピオン街といわれる一角。地下に隠されていた違法な賭場から数回にわたって爆発がありました。これがなんと手榴弾によるものだったというのです。しかし現場に警察や消防が駆けつけた時にはすでにもぬけの殻でした、うん、暴力団同士の抗争が記憶に新しいカムロ町で一体何が始まろうとしているのか。なんか昨夜は大変だったんですね。敵もなかなか必死でさ。それでも久々にハムラの顔が拝めた。焼きも入れれたし ね。ハムラの黒幕はショーノだったってことなんですよね。センター長の気度でなく。ハムラがそういう顔してたからな。それってどういう顔ですか。うるせえな。他に言いようがないんだよ。まあまだまだそんな感じですよね。なんだよ嫌味か。まさか。僕は何か助けになれればと思って会いに来たんですよ。助けって？アドデック9に詳しい人を見つけたんです。お、この先事件を追うなら僕らもよく知っておかないと、うん、とはいえ科学論文なんか僕らが見てもよくわかんないですよね。なあ、そこをわかりやすく解説してくれるって人がいて。へえ、そんなのよく見つけたな。誰だ？ただ怒らないでくださいね。え？なんで？実はその人、服部さんなんです。例の雑誌記者。は？服部さんはアドデック9の記事も書いてるし、何人も専門家に取材したとかで相当詳しいみたいです。だからってあんなやつに冗談じゃないよ。でも。八神さんがぜひにということなら教えて差し上げるって。いや、じゃあもう別にいいんじゃないか。今さら。いや、聞いた方がいいよ。八神さん、やっぱね、なんだよ。もしかしたら重要な情報があるかもしれないじゃないですか、うん、そうそう。せっかくの機会を無駄にしないでください。こっちからあいつに借り作るってのがな服部さん、今日は九州一番星ってラーメン屋にいますから。お店を取材中だそうで。いいですね。お願いしましたよ。九州一番星に行けばいいってことね。服部には俺一人で会うのか。ええ、服部さんも相手が八神さんだから時間割いてくれるわけで、別に僕が付き添う必要もないでしょう。まあほら、九州一番星にお昼食べ行くくらいのつもりでね。ダダこねてる子供に説得してる親みたいな感じだ。行きましょう。話聞きましょう。意外にね、そういうとこからでっかい情報得れたりするから。 OK、 いる？あ、いた。うまそう。服部さん？ん？ああ、これはどうも八神さん。あんたもしかして記事の写真スマホで撮ってる？ええ、十分高画質ですからね。
いけませんか。いや別に。グルメレポーターにでもなるの。私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。まだ結構かかるのか。こっちの用は分かってんだろ。すぐ終わりますよ。どうすればいいの。これで終わりました。どうもわざわざご足労いただきまして。不思議なもんです、あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね八神さん。あんた今も梶平の会長とはやりとりを。やりとりってほどのことは。向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほらこの間殺された新谷先生、あなたが第一発見者だったとか。嫌な言い方してくるな。今日はアドデックナインを解説してくれるんじゃなかったか。でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。たくこれだからこいつに話聞くの嫌だったんだよな。一般的に新薬の開発というのはまずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試しパスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね、うん、そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さてこれまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデックナインはマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。めっちゃわかりやすく説明してくれてる。八神さん、ん？今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。4人に1人って相当だもんね。例えば50代の夫婦がいたらそれぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが聞く気ありますか。ここも他の選択肢ないじゃん。他に選択肢はないんだろう。結構。じゃあ始めますね。前提として、うん、認知症にはこれ何医療学を今俺は勉強してるの。その7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し
徐々に脳が萎縮してしまう。ああ、まあ確かにアルツハイマーの人の脳が、頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませてる。脳を縮ませるってこと。かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の基準である明記が何、これ病院のプログラム見せられてる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい、正しい答えが返ってきました、ところが今が西暦何年かと聞くと1952年からなど何十年も前の年を答えるのがあるそうです。そういうことあるの。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで、はあはあはあ、大体理解した。だから要ははっきりした記憶とそうじゃない記憶が激しいってことね、差が。大体理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くの？ええ、論文によると実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。オートファジー、自食作用、自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。アミロイド β、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです、ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようなことだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。確かに。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。なるほど、本当なら確かに夢の薬だな。けど本当にそれは夢の薬なのか。話がうますぎるってこと。はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。いや、そうなんよ。雪吊りの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか、薬の効果をでっち上げてとか。そういうことなら見当違いですね。なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。じゃあマジですごい薬じゃん。科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。じゃあ何が問題になってんの？認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり人体実験です。人体実験。ちょっと待って、まさか枠さんが死んだのって人体実験じゃない？じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？
そうですね。これは強いて言えばの話ですけど。いやもうそれは読みすぎなのか。アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。まあ実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけ。ああ論文実は書いたのが小野とか。実質的なキーマンは別にいて。ほらあなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。いやそれを横取りされたのか。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。いやめちゃめちゃすごい話になってきてるな。ショーの幼児、またあんたの名前。これ会いに行かないとダメだろう。八神探偵事務所で情報整理すると。了解。よっしゃ、事務所到着。よう、帰ったか。勢揃いだ。お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？まあ、多分。座れ。何？じゃあ結局、アドデック9には何も問題なかったわけ？服部の話だとね。でも木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。え、なんだ。なんだよ。人体実験。ああ、それがアドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。でその人体実験がどう気になるの。いやだからモグラの殺しがさ、アドデック9の例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前まで、マジで言ってんのか。目ぐって殺すやり方か。仮にモグラの黒幕が小野だとして。だとして小野が殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか。やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。うん、ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて。まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデック9はマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで凶霊界の連中を何人も殺してたとか。ってことなら小野がモグラを使ってヤクザを殺し続ける理由にはなるけど。待った。そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか。いやそうだよね。確かにモグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。ああそうなんだ。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちっと話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだアホが。アホ。いや喧嘩はやめろ。考察しない人の方がアホですよ。おお、そうかい。じゃああのセンターで殺された枠ってじいさんも人体実験だったのかもな。
うわあ、ほらやっぱ言った通りじゃん。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件、やっぱり絶対そうだって。あの時殺された枠さんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか。ん、あの事件の被害者は枠っていうアルツハイマー病の患者だった。そう。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってない。もしあの老人殺害の動機がアドテクナインの人体実験だったとしたら。まあ落ち着けって。いや絶対可能性あるよ。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデックナインがあったっけか。いやあってもおかしくない。だってショーノが初だもん。は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん、えってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど。いや可能性は十分ある。この話もう少し掘り下げてみません。いややっぱ予想通りだな。最高じゃん。さっきの人体実験説もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか。いや待ってくれ。いや待ってくれ。もし3年前の事件が人体実験の結果だったとしたら、アドデックナインは吹っ飛ぶね。いや間違いない。スキャンダルどころの話じゃないよ。うん。なんか俺今日頭冴えてる気がするぜ。社長みたいに足組んで。さっきの人体実験説もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか。いや話そう。ああもちろん。ショーノが3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、ショーノの動機は何だったんです。ショーノが枠老人で人体実験を強行した理由か。そうだな。例えば、うん、やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる、うん、下手したら何年も。そっか。でもショーノのそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでも。でもその結果ショーノはまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど今のところ筋は通ってるよな。うん。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの。でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦。エミちゃんも実験させ実験にあったとかないよね。ちょっと待って。今までの話をまとめると、まず3年前ショーノがアドテックナインの実験中に事故で患者を死なせてしまった、うん、ところがその人体実験は今も続いてて、だからハムラやモグラが凶霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる。普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってるやつがショーノのそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？え？
1階の研究員であるショーのヤクザと結びつけた人物がいたはず。誰だ？梶平は違うでしょう。木戸、いや、風見大臣じゃないの。厚生労働現役の大臣が小野のためにヤクザを動かしたってこと。いや、ここは梶平だったわ。本当に？確かに大臣なら力はありそうですけど、そこまでリスクを冒すメリットが大臣にあるかどうか。じゃあ他に誰だ。いや、もうことごとくこの辺は外れてるな。羽村と骨を持っていた人物それは、いや、だから梶平だよ。梶平、小野と羽村の間をつないだのは梶平グループの会長梶平茂だ。いや、それはちょっと。ん？モグラが殺してる凶霊会はそもそも梶平の手駒ですし、だいたい小野と梶平にだって接点がないです。わかった。もう全部外れてるじゃん。ってことは軌道か。小野と羽村を取り持ったって結局誰のこと。もう全部外れてるやん。創薬センターのトップ木戸龍介、一番の本命だったわ。なるほど、木戸が。木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと木戸も一味です。いや、それはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の木戸の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。無邪気なドヤ顔。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。木戸ってそんなに肝座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです？あ、まず小野は何も知らない軌道をアドデック9の論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った。大喜びの軌道はそれをあの場で華々しく発表したんです、うん、でその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって小野は軌道を一味に引き込んだ。なるほど、もう逃げ場をなくしたってことだ。人の金と羽村やモグラを雇うためにってことなら結構自然な流れじゃありません？ほうほう、なら小野と木戸の力関係は見た目と逆。なるほど、ね、やっぱりモグラの黒幕は小野ですよ。じゃあその場合よ、最初に小野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？小野が初めて殺し屋を実際に使った時期、それは3年前に勘定し、いや、これは違う、行霊会を。じゃあこれだろう、ハシキだろう。半年前にハシキを殺したのはモグラだったと思う。なんでだ？小野にとってアドデック9を嗅ぎ回るハシキは目障りだった、うん、でも犯行当時小野にはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時小野は別の誰かにハシキを始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。ハシキが殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら小野たちは破滅ですから、ハシキを始末しようとするには十分な動機です、うん、うん、いろいろ辻褄は合うってわけ。点と点が線につながってきてる。杉浦は納得いってないみたいな。言いたいことがあるんだろ、言えよ。今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ。イケメンだな、相変わらず。ちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ？3年前にセンターで患者死なせたのが小野って言うんなら、じゃあ、あの事件で疑われてた大久保は
完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り、あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺して、いやだからそれ殺されてる可能性あるんだって。包丁で何度も刺して、小野に火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。いやだってそのお酒も進んで飲んでるかどうか分かんないからね。誰かに飲まされたっていう可能性もあるからね。間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかって。いやなんでそんなこいつ煽ってきてんの。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？どうした急に。いい加減にしろ杉浦。人の古傷なんだと思ってる。いや本当そう。なんで急にそんなスイッチ入ってるの。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ。大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか。でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。大久保 CP は今も留置場にいる。確かに面会することはできるが。彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの。そうだね。八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんだ。話聞きに行くしかないね。星野君。はい。大久保新平と面会する手配頼めるか。わかりました。拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。物語がだいぶ進んできてる。源田法律事務所行こうか。じゃあ到着。どうした八神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え、なんでだよ急に。わかりました。資料は私が用意します。あ、沙織さん、ありがとう。さん、どうですか八神さん。ん、あ、ありがとう。そっちのファイルは。寺沢恵美さんの件がまとまってます。ああ、ありがとう。いや、それは。いや、いるいる。大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。絶対なんか見落としがあるって。寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時頃、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所。15箇所って相当だからな。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。
また炎上中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。ええ、そうみたいです。何のために？3年前の創薬センターの事件で、大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。うん、大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ。彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保はある日、ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。いや、どうなんだろうな。自分のせいだと。なんで大久保新平は寺沢恵美を殺した？もしそれが誰かのせいだって言うんなら、俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ若造。20年前お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判、覚えてるよな。ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気立ったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない、検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。お父さんと真逆のことしてるけどね。毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。きっかけはそうでした。でもあの裁判の後、俺にもいろいろありましたから。ああ。親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。で、殺害されたのか。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。いや、これはえぐいよ。きついって。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つけるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時
弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ。生きてる限りです。めっちゃドラマ。すごい。心が揺さぶられてる今。パンダは。講師の大久保新平と面会できます。泣きそうです。ちょっと七福通り西のタクシー乗り場でいいですか？僕も今から向かいますね。とりあえずこの辺までにしとこうかな。お気遣いありがとうございました。俺が言いたいことはもう全部言った。どうせ聞きやしねって分かってんだがよ。すいません。源田先生。ん？真実を神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです。かっこいい。そんなセリフ言いたいわ。はい、というわけでですね、本日のジャッジアイズはここまでにしておきたいと思います。次回はですね、大久保新平に会いに七福通り西のタクシー乗り場へ向かって拘置所、留置所かなに向かいたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。